ごい近距離。猿その1、猿その2、猿その3、猿その4。はい、ということで屋久島編最後はトレッキングした後に謎の DIY が始まるスパに行ってみようと思うよ。行ってみよう。こちらがレモングラス。こんな高いんだ。ゼラニウム、はい、少しローズの香りが、はい、してまいります。でこちらがレモンの葉っぱになります。へー、はい、レモンの葉っぱってこんな感じなんだ。そうなんですよ。初めて見るよ。すごい香りもすべてするので、ぜひ歯を向かにしてみていただくと、シュクシュってして大丈夫です。あ、超すぐびっくりしちゃった。そうなんです。わー、匂い、すごいくしゃくしゃした。めちゃくちゃ匂いがしてきた。このつぶつぶのところに匂いが入ってるんですかね。そうなんです。すごい。では今からこちらのお塩が屋久島で取れたお塩なんですけど、こちらのお塩と、好きなフレッシュハーブをちょっとこちらに混ぜて。私ゲットにしようかな。はい、かしこまり。チャットゥルーンみたいな。ここにどれくらい、3杯ほど入れていただきます。はい、はい、ありがとうございます。3です。すごい、こんなことやったことない。ちょっと楽しい。ちょっと細かく切って、あ、いい匂いしてきた、はい、切ると香りが増しますね。そうなんですよ。あとちょっと叩いたりするという香りも。なるほどなるほど、はい、叩いて叩いたりも、はい、楽しい。スパでこんななんか DIY 始まるとは思ってなかったよね。こんなこともできちゃう。ちょっと変わんない、うん、ね、面白い。縄文時代の人とかってなんかこういうこと毎日やってそうだよ。あ、いい香り。だいぶ来てます。高くなってきましたか。どうでしょう。いい感じですか。はい、あ、ありがとうございます。はい、はい、そうです。いつも締めれてるのちょうどいいぐらい香りが結構してきました、はい、で、こちらのハーブボールを、はい、作っていただいて。うわー、めちゃ DIY や。丸を今から作っていきます。ちょっと今混ざってないので、はい、ぐるぐるとこうしていただいて、全体で行き渡るように。面白い。楽しい。香りがすごく。はい、はい、ありがとうございます。お湯加減でもらって、あ、おにぎり作るみたいな。おにぎりですね。はい、ですね。そして、形を整える感じ。なるほどです。はい。まずはこれを。まずはですね、内側に。内側に。はい。こんな感じで、はい、そうですね、半分で、こんな感じで結構キツキツでしょって結構根元まで、はい、まあ、いいんじゃないでしょうか。まあまあまあ、はい、あ、できました。ゲットバージョンのハーバルボール、ハーブボール、ハーバルボールです。ハーバリウム閉じ込めちゃって、このすぐ閉じ込めがち、ハーブって本当に。こちらが
薬杉のきのこくんになります。おつまみいただきまして、パラパラとこちらの中にいただきます。湯加減は、あ、めちゃくちゃ気持ちいいです。めちゃ気持ちいい、うん、やっぱ歩いて疲れてんのかな。足が少し張ってますね。そうですよね、なんだかんだいつも運動そんなしないんで。あ、そうなんですね。今日はもうね、2週間か3週間分歩いてる。本当ですか。そうなんですよ。そうですね、はい、こちらが屋久島のお塩を作る時にできるにがりでございます。はい、にがりに、お豆腐のイメージが強いかと思うんですけども、はいはいはい、にがりにはマグネシウムがたくさん含まれているので、血流を促進させたり、代謝をアップさせる効果がございます。素晴らしい。少しお塩を使ってスクラブをしていきます。はい、こちらのお塩は屋久島の長田田舎浜で採れたお塩でございます。取ってきたね、さっき田舎浜って、うん、取られました。ちょっと、はい、行ってきました。ウミガメが産卵で来る場所でもあるんですけど、はい、痛くないですか。こちらのお塩ですね。はい、お痛みございませんか。大丈夫です。はい、天然の屋久島に加工が自然とまとめて丸くなった石を使ってるって聞きました。はい、そうです。すごい、拾ってくるんですか。拾ってきます。しないな、石にやっぱですね。結構厳選してます、はい、というわけで最終日のディナーになってしまいました。早いね、早いね。はい、というわけで今回もお料理に合わせて、私はワインを 4,5 杯ぐらいで、友達はノンアルでお願いしてて、シャンパンが来たので乾杯しようと思います。はい、乾杯。昨日よりもワンランク上らしいの。しかも聞いて、本日のメニューなんだけど、さすがなんだけど、私たちお昼に行きたかったお店がやってなくて、首折れそばが食べれなかったんだけど、そしたらガイドの人がそれをホテルの人に伝えてくれて、なんと今日のメニューに夜ご飯首折れサバを入れてくれたんですよ。なんというホスピタリティ。というわけでこちらを楽しみにご飯を食べたいと思います。こちらですね、フレッシュキャビアですね。はい、そう、通常のキャビアと違いまして低温殺菌がされてないキャビアになります。ですので、通常のキャビアの塩分濃度が、約 7% から、10% ぐらいと言われております。それに比べてフレッシュキャビアはその半分ぐらいなんですよ。3% から 5% ぐらい。こんなのっけてくれていいんですか。そうですね、こう、いいやつなのに。通常のキャビアだとやっぱこう、これぐらいいくと辛くて食べれないんですけど、フレッシュキャビアだと程よい塩味で楽しんでいただけると。食べ方としてはですね、まず最初半分ほど、はい、キャビア本来の味を楽しんでいただいて、はい、残り半分はですね、隣にはカツオのだしと、ポン酢一緒に合わせたジュレになっております。素敵。こちらともう半分食べていただいて、また違う味わいと、はい、楽しんでいただけると。ありがとうございます。いただきます。まず半分です。西なめは車エビ。これもなんか火の通り具合がすごく良さそうと、ほうれん草で、なんとこの下の葉っぱとくるんでこういう形でね食べるんだそうです。どんな味になるのか想像ができない、想像ができないからそそられるね。こう見た人だとさ、なんかラップサンドだなと思う。エビの火入れが最高。
エビって火入れがマジで8割本当にちょっとレアだけど火が入ってる入り具合がベスト。何このソース、最高。ちょっと若盛りみたいな、レモンとアボカドが効いてる。うまっ、お祝い。なんだろう、食べたことないものが出てきてすごい楽しい。食べましょう。はい、これがうちらの待ち望んでいた首折りそばです。上にチーズも乗ってる、なんかちょっとねイケてるやつです。やっと食べれる。亀の手、皆さん食べたことありますか？私は海で拾って食べたことがない。え、なぜならうちのお母さん横須賀出身なんですよ。海が近くて普通に海で採取して食べたことある。これって本当に亀の手に似てるからっていう名前、違う、貝の一種。これがお料理ですけど、深い味わいになってます。味付けも本当に塩だけ。へぇ、楽しみ。手に取っていただいて香りをお楽しみになります。はい、ありがとうございます。トビウオ第2弾。私らっきょうってあんまり食べたことなくて食べたいと思います。ズッキーニは大好き。いただきます。かぼちゃの種を真っ黒くなるまでローストして煮出した泡、ちょっと香ばしい香りで、ローズ肉の上の方にですね、自家製の柚子胡椒、そういったので柚子胡椒も、柚子も、はい、屋久島で採れた柚子を使ってます。へー、辛みがありますので、お好みでこうお肉が、あのニョッキにもですね合いますので、ぜひこう合わせて召し上がってください。はい、ありがとうございます。かぼちゃ美味しそう。鹿児島って何でもあるよね。柚子胡椒で、あ、やばいな、サクサク系、サクサク系の干し、おいしい。何これおいしい、何これおいしい。おはようございます。3日目になりました。皆さん見てください、このどこまでも続く晴れをご覧ください。というわけで、もうあっという間に3日目になってしまい、今日で屋久島、そう、鹿児島ともお別れとなってしまいます。悲しいですね。もっとゆっくり滞在してプール楽しんだりとか、サップしたりとか、もっとやりたいことはね、いろいろあったんですけど、今日はもうあとはまったりして、ちょっとあの気になってた下のロビーのとこの紅茶とか、あとは屋久杉で作った箸を買ってきてくれみたいな感じで言われてるんで、そこら辺をちょっと入手して、次は鹿児島に行き、鹿児島でツンの T シャツをたくさん買い、そして東京に帰りたいかなと思います。本当朝ヨガやるつもりだったんですけど、なんかちょっと体調悪くてちょっとキャンセルしちゃったんですよね、残念なことに。で、まあ寝てたら治った、元気になったんで、はい、これから活動を再開しようと思います。ちなみに、寝てたんですけど、今まだ10時なんで、いつものね、ホテルステイの時間よりかは早起きしてるんで、いろいろできるかなと思います。では、今日も行ってみよう。8万10円です。ここのなんかお茶とソフトが美味しいらしい。ソフトはこっち。いや、ここは抹茶かな。ここは抹茶だよ。こちらが抹茶アイスです。これも美味しそう。なんか抹茶の粉末とかあったな。いただきます。あ、美味しい。超美味しい。
はじくって超アジコイケースパーティー、ちょっとなんかもっちりじゃないけどもっちりしてる感じ、うん、まヤクシマブレスさんというエコでおしゃれなお土産屋さんだそうです。めっちゃ可愛い、こういうの多いですよね、屋久島磨くやつ。あ、なんか本当だね、磨いたっぽい。これ可愛いんだけど可愛い、まだまだだって見て見て、あんたこれなら簡単にできそうな感じのものだね。これも美容石鹸じゃないので、美容石鹸なので、香りもたえられるものです。で、中に金沢の金箔が入ってます、はい、金箔が入っているので、泡パックみたいにしていただくと、はい、なので、泡パックみたいにしていただいて、30秒から1分くらいしていただくと、カラカラでいいのね、これしっとりします。結構びっくりします。面白い、金箔もこれね、金箔もこれ縁起の良い。あ、でも本当だ、本当だ、美味しそう。わー、なんか厄介。あの、洗顔が楽しくなる石鹸だったり、もともとリネハーバルソープさんというのが育てる石鹸というのを作るのが上手だったので、すごい。そうですよ、納豆の石鹸だったり、いちごの石鹸とかね、いろいろ作る。すごい、納豆の石鹸がすごいです。それがどん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 浮いてくる石鹸。これめちゃくちゃいい。香りやってみたくない？なんかでもこれを手で泡でもったいないな。もったいない。見てだけど泡なくなっちゃう。ほんと。どん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 。でも洗ってる時も最初はモコモコしてたので、だんだんなんかなくなる。それいいんですよね。だから浸透してるから。へー。そうです。というわけで皆さん、屋久島から帰ってきてちょっとなんだかんだしてる間に、もう次の旅に実は来てまして、今タイに来ております。本当に私旅行が好きで、人生の目標がですね、死ぬまでにどれぐらいの国に行けるか、どれぐらい新しいものを見て感じることができるかっていうね、そういう目標が私はあるわけなんです。まあ、ってことでね、国内も今までは行ったことなかったからいろいろなとこ行くようにしたりとか、あとは海外も、まあ、結構今年は頻繁に去年よりも来てるかなっていう感じです。まあお仕事で来てたんですけど、大体お仕事で来てて、その後ちょっと延泊して自分で好きな行きたいとこに行くっていう形で、今ちなみにサムイ島に来ております。行きたいとことか、一度は泊まってみたいホテルとか、そういう本とか読んだりするのもすっごい好きで、なんかよく買って読んだりとかもしてるんですけど、今回はね、今まで来たことがなかったサムイ島に来てるんでね、そちらの Vlog の方も見ていただければなと思います。海外行くときは私今回予約したのエクスペディア使ってて、エクスペディアゴールド会員なんで、ゴールド会員だと結構なんかランクアップ、わかんないけどね、部屋のグレード上げてくれたり、結構買い込んでるとしてくれたりっていうのもあると思うんで、そういうのを使ったりとかしてて、あと今回ちなみに屋久島、リラックスってアプリ使ったんですけど、リラックスってアプリはなんか 3,4 年前に Facebook になんかこう広告で出てきてた時から気になってて、リラックスってアプリはなんかちょっと最近はそういうのだけじゃないんですけど、めちゃくちゃ高級で大人な、こうすごいくつろげるリゾートみたいなのがたくさん載ってるアプリだったんだけど、それですごい気になって見てて、なんか実は鹿児島にコメントでねくれてる子もいたんだけど、私もう一軒めちゃくちゃもう3年以上前から行きたいなって思ってる宿があるんですけど、そういうのもねリラックスで予約できたりしたので、
またちょっとね、今回ちなみに寒いとお天気が良くないんで、お天気のね、いい時で気温の気持ちいい時とかにまた鹿児島にね、トライしてみようかなっていうふうには思ってます。なんかこう、お仕事とかだったりすると沖縄とか、あとイベントだと九州、仙台、大阪っていうところに行くんだけど、案外ね、九州って私福岡以外、あの今回の屋久島で鹿児島行くまで行ったことなくて、本当に国内ってまだまだ行ったことないところめちゃくちゃあるんで、なんかどんどんね攻めていきたいかなっていうふうには思ってます。まあなんかあの私のね動画見てくれてる子にはもちろんすっごい若い子もね、もうなんか0歳児とかも1歳児もいると思うし、まあもちろんあの95歳ぐらいの方とかもいると思うんですけど、まあ大人のねそういう贅沢な旅とかが好きな人もねいると思うんですよ。なんか旅行はめっちゃ好きなんだけど、海外にとか飛行機で行くのは好きじゃないっていう人もね、私の友達でもいるんですけど、そういう子もいたりするんで、あの別にあのめっちゃ宣伝してるってわけじゃないんですけど、リラックスとかもめっちゃいいんで、ぜひ見てほしいなと思います。ちなみに私が次鹿児島で狙ってるのは天空の森ってとこで、そこめちゃくちゃ一泊高いんだけど、もうなんか本当に何かをするんじゃなくて、もう森を感じに行ってアースするみたいなところなんだけど、まあそういうとこもねすごくいいかなっていう風に思ってるので、まあ今後は国内旅行も増えるので、逆にみんなが国内でここ行った、ここめっちゃ行ったらよかったよみたいなのがあったら教えてほしいなと思います。まあ地元が神奈川だから熱海とか、なんかそう静岡ら辺とか、あと自分がスキー部だったから新潟、山梨あたりとかは行ってたんだけど、案外ね本当に行ったことないんですよ。メジャーなこう大きい都市しか行ったことないんで、ぜひおすすめがあったら皆さん私にそういう情報ください。海外で言ったらメキシコ、朝日さんが言ってたよね、メキシコ行きたいし、スペインもう一回行きたいし、あとはなんかちょっと足を伸ばして南アフリカとかあっちの方行ってみたいし、なんかこうペルーとかウユニとかそっちの方も行きたいんですけど、なかなかこうさ、そこにお金と時間かかるとこばっかり残しちゃったんで、ちょっと今年は一発ちょっと遠いとこに行ってみようかなっていうふうには思ってるんですけど、まだちょっと未定です。そんな感じです。はい、というわけで今回の屋久島はねこんな感じでした。本当にマジでちょっとやばい忘れてた、今回の宿泊のエピソードを話しますと、なんか私最近 OS1 をなんか毎日1本飲むようにしてるんだけど、でなんかプールサイドで飲んでたらのを見てたのか、ホテルの方がなんか私がそのトレッキングして帰ってきたら OS1 2本持ってきてくれて、飲まれてたんでよかったらみたいな、めちゃくちゃホスピタリティがやばいわけ。あとはそのなんか朝のビュッフェで出てたパンがめちゃくちゃ美味しくて、このパン買って帰りたいんですけどみたいな、別にベーカリーでパン屋さんがあるってわけじゃないんだけど買って帰りたいんですけどって言ったら、最終日の時にパン用意してくれたりとか、もう本当にねめちゃくちゃいい宿ですよ。本当値段もちろんめちゃくちゃお安い宿ではないんですけど、なんかめっちゃいいとこに旅行にめっちゃいいホテル泊まったのに、なんか対応が微妙でなんか全部がパーになっちゃったとか、そういう経験がねある人もいるんじゃないかなと思うんですが、本当になんか気持ちよくこう旅を終えれるっていうか、なんかそういうホテルだったんで、私は本当に泊まってよかったなっていう風に思ってます。本当にお世話になりました、ありがとうございました。本当になんか良かったなって思うホテルはたくさんあるんですけど、また行きたいなまで行くって結構私の中ではいろんなとこ行くの好きなんで、ないってわけじゃないんですけど、あんまりないんですけど、本当にご飯も美味しかったし、サービスもすごく良かったし、まあ、自然ももちろんだったし、まあ、ただ本当にぜひ行きたいなっていう感じだったんで、なんかお父さんお母さんが誕生日なんで、なんか旅行とかプレゼントしようかなっていう気にすごくなりましたっていうわけで、まあ、なんか最後は締めのトークにはなったんですけども、まあそんな感じです。というわけで今回の動画はこんな感じでした。最後まで見てくれてありがとうございました。まあ、国内旅行もね結構楽しめるかなと思うので、今後も鳥ちゃんでいろいろやっていこうかなと思ってます。まあ花まさもね一緒に行ける宿とかもあると思うんで、ペットと一緒に泊まれるところとかも今後なんかいろいろ行ってみようかなと思ってるので、そちらもぜひ見ていただけたらなと思います。というわけで旅行芸人の関根がお届けいたしました。最後まで見てくれてありがとうございました。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。